ん君。はじののめに政府と大臣の東アジアの外交の姿勢についてお伺いしたいと思います。今週に入り、再び韓国の調査船が我が国固有の領土である竹島周辺の EEZ 内で海洋調査を行ったことが明らかになりました。前回の本委員会でも取り上げましたが、5月の9日にも韓国の調査船が竹島周辺を航行し、調査の形跡が見られるという事象がございました。 その際、私、この本委員会で、実態把握にしっかりと取り組むべきであるということを指摘させていただいたものの、これ、当時、外務大臣は簡単にですね、当該船舶が海洋調査を行っているとの判断には至らなかったと結論付けてしまい、大臣もこの場で答弁をされてしまっています。そして、今週のこの再びの海洋調査に至っているわけであります。これ前回ですね 甘い対応をしたがゆえにつけ込まれたと評価されても仕方がない問題ではないかと思います。これやっぱり従前の対応が少し甘かったのではないかと、前回の高校についても再調査を行うとともに、今回の事象について、さらに詳細な調査を深めて行うべきと考えますが、今日大臣がおりませんので、副大臣のご見解をお伺いいたします鈴木外務副大臣。今、音喜委員よりご指摘がありましたように、5月の28日から30日にかけまして、 えー、紹介中の海上保安庁の巡視船が竹島北方の我が国の排他的経済水域におきまして韓国の国立海洋調査員所属の調査船平安2000がワイヤーのようなものを引きながら航行していることをまず確認をいたしたところであります、えー、そしてこの事案におきましてはまず韓国とのやり取り及び現場における情報収集に基づき政府全体としての分析などを踏まえまして この当該調査船が、この我が国の EEZ 内において、我が国の事前の同意なく、海洋の科学的調査を実施している疑いが高いと判断をし、韓国側に対して抗議と中止の要求を行い、そしてまたそ,のそれを対外公表もさせていただきました。 この引き続き日本の領土領海領空を断固として守り抜くとの決意の下で国際法及び関連する国内法に基づき今後とも適切に対応してまいりたいと思います相手にあの付け入る隙を与えるようにという意義のご指摘を踏まえながらしっかりとあの検討そしてまた前処してまいりたいと思っております 元北駿君はい、あの毅然としたご答弁いただきましてありがとうございます。まあ、今回の対応についてはまあ、厳しく対応していただいたということでありますけれども、この前回の高校についてもですね。まあ、結局あれは調査ではなかったと結論付けているわけではありますが、この再調査も含めてですね。やはりあのしっかりとしたえー、深い対応をしていただきたいと思いますので、よろしくご検討をお願いを申し上げます。え、次にえウクライナへの支援についてお伺いをいたします。 ロシア軍による侵略が長期化する一方、ウクライナの文字通り、懸命な防衛と各国の支援により、キーウやハリキューなど一部の地域では全域が解放されるなど、好転の兆しも見せております。しかしながら、そうした解放された地域において、ロシア軍が残地をしていった地雷の撤去。 こちらがなかなか進まない現状がありますこうした地雷撤去については日本の企業も高い技術を有しておりウクライナ及びその市民が日本に地雷撤去の装置の提供を強く求めているとも聞き及びますこの点政府として把握をしているのか合わせてこの地雷撤去の装置を日本が提供する場合における課題についてまず外務省の参考人にお伺いいたします外務省上野国際協力局長 お答え申し上げますあの我が国はこれまで累次にわたる首脳会談あるいは外相会談等を通じてウクライナの国民の皆様への連帯を示しながらですねウクライナ政府との間で緊密に支出を行ってきておりまして、まあ、そうした中で地雷除去装置の提供についてもあの要請をいただいておりますそれで供与する場合の課題ということですけれども我が国はのこれまでカンボジアですとかボスニアヘルツェゴビナあるいはアンゴラ 等においてです、ね、紛争後のこの国で,です、ね、地雷除去装置を供与したという実績を有しております、でまあ、そういうあの経験の中からあの把握しているのは、供与にあたってです、ねえー、地雷除去の作業を行う、まあ、人員を確保、人を確保する、それから当たり前ですけれども、その人を含めてその作業の安全を確保する、それから供与した機材がしっかりこう維持管理、えー、されていくということを確保する。あまあ、こういったあの供与を受け 側がですね対応すべき事項があるということを、まあ、経験上把握しておりまして、まあ、そういう事項を確認しつつです、ね、そしてその先方のニーズに見合った支援を行うということが重要だと考えております木北駿君。はいまあ、今、ご答弁いただいたように、ですね、まあ、事前の,この意見交換の場でも、まあ、現状においては、まだ金銭的な援助のみにとどまるということで、まあ、実際にこういった地雷除去の装置等々や、まあ、そうした具体的な支援にまでは踏み込んでないというような現状でございました。 ししかしあの繰り返しになりますが、この地雷撤去の技術については、特に日本の建設機械のメーカー2社が、高い技術を有するこの地雷除去の装置を持っており、これ、先ほど人的な問題もあるということでありましたが、これ、遠隔操作もできるということも伺っております。はやはり金銭だけではなくて、日本の企業の技術や、あるいはこの実物を提供することで、これはまた日本とウクライナの友好、連帯の象徴となるやに私も考えます。ぜひですねこれ政府としてもあのま,あまだ 停戦が遠いというような状況もありますし、安全が第一ということはもちろんそのとおりでございますが、政府としてもこの時代除去の装置等々の具体的な提供、を検討していただきたいと考えますが、鈴木副大臣の見解をお伺いいたします鈴木外務副大臣。すでにあの我が国は、この2計2億ドルの緊急人道支援をさせていただきましたあの、この点についてもこの委員会でもご説明をさせていただいたと思っております。 その4月に決定しました追加的人道支援におきまして、この赤十字国際委員会および国連開発計画、UNDP が、ウクライナにおけるその地雷と不発弾処理というものを含めた活動というものを行っておりまして、この我が法の緊急人道支援というもの、をまさにそういった国際機関に入っているという意味では、今、すでにまさに支援は実施をされていると、このように承知をしております。 そしてまた、今、政府参考人からもありましたように、ただ一方で、この要請も受けているというこの事実もありますし、また我が国がそういった技術、そしてまた経験、過去の実績というものがあるということも、これまた事実であります。 引き続き、まあの、日本の重機メーカーの機材の活用の可能性等も勘案しながら、また何よりもその現地のニーズ、これにしっかりと把握した上で、支援の可能性というものを検討してまいりたいと思います。委員ご指摘のとおり、日本とウクライナの連帯の象徴につながっていくものと考えております。 あ、はい、ありがとうございますます、あ。鈴木大臣も副大臣もおそらく重々おかわかりのとおり、まあ、支援をしているこれは大事お金も確かに大事でもその支援のあり方というのもやはり受け止め方がだいぶ異なってくるものでございますまあさっきもあのウクライナの国防省で相が公開した動画でまあ日本がその感謝の名前になかったということでこれは軍事支援をもらった国々で、まあ、日本は支援はもらったけどもお金とか、まあ、軍事支援じゃなかったということで名前が載らなかったということも話題になりました。やはりお金だけなののか、かそれとも目に見えるる。何か現物の支援がある かで受け止め方もだいいぶ異なってくるという,ふうに考えますまた地雷、まあ、こちら一度設置されると、まあ、誰かがその被害に遭うか、除去されない限り、長年これは効力を発揮し続けてしまうものであり、まあ、避難所からの帰還だけではなく、物理にも影響を与えて、社会生活に重大な支障を来すものですから、ぜひこれ、日本政府としても迅速かつ実効性のある支援をしていただきたいと思いますので、前向きなご検討をよろしくお願いを申し上げます。 次にテーマを変えまして、外務省の働き方、特に在外交換における働き方改革について伺います。我々日本維新の会はよく誤解をされるのですが、一律にです、ね、公務員の給与をカットしろと、人員を削減しろということを求める政党ではありません、出すべきところにはしっかりお金は出すと、一方で無駄は削る、公務員についても過度な身分の保障は改めながらも、実績に応じて十分な待遇を定めると、公金の使い方として、国民の理解を得られるものにするべきというふうに考えております。 ますこの点、まあ、在外交換職員の家賃ですね、これ、国によって異なると思いますが、まあ、8割から9割,9割支給されているケースが多いと伺います。セキュリティーや利便性の点から、ある程度、その国のまあ一等地、セキュリティーが十分に確保できるところに構えることについては理解をしておりますが、この家賃の支給が関連になって、まあ、不相応なものになっていないか、過、え、度、ー、なものになっていないか、この点は普段のチェックが必要ではないかと考えます。この点 在外交換職員の住居手当について、どのように算定し支給されているか、例えば日本企業の駐在員の手当との比較など、を数年おきに行うなど、まあ、国民の理解が得られやすいものになっているかどうか、この点、外務省の参考人にお伺いいたします石川大臣官房長、はい。お答え申し上げます。えー、在外職員ののの住居手当ででございまますすすがそれぞれぞ認知におけます不動産相場の全般ですとか 家賃住居の家賃の変動等を詳細に検討した上で、在外職員が職務と責任を十分に果たすために必要とする住宅費に見合うような適正な額を定めて支給しているというところでございます。えー、民間企業の言及ございましたが、民間企業におきましても手当の仕組みは様々であると承知しておりまして、まあ、単純な比較は難しい面ございますが、厳しい財政状況も踏まえながら、 民間企業と比較しても適正な処遇となるよう今後も努めてまいりたいと思います。 田俊君現地の不動産価格や、まあ、民間企業の相場、まあ、こうしたものもチェックをしているということでありますけれども、まあ、どういうふうに算出されているかわからないという声が、私のものに届いていることも事実でございますので、まあ、そうした資料についてもしっかりとこの情報公開を行っていただいて、まあ、国民の理解が得られるようなこの家賃支給というのを心がけていただきたいというふうに思います。さて、次からが核心なんですが、まあ、河野太郎前大臣のご尽力で、公務員のいわゆる残業代、超過勤務手当がしっかりと、ま,あ、まだ不十分なところもあるかもしれませんが、 比較的ですね、これ、しっかりと支払われるようになりつつあります。この点は、我々としても高く評価をするところです。何時間働いたのかを記録する、そして働いた分はしっかり支払う、これは当たり前のことであって、これは在外交換職員にも当然ですね、できる限り適用されるべきであります。しかしながら、この在外交換職員については、超過勤務手当が支払われていないという実態を伺いました。そこでまず、在外交換における超過勤務をどのように把握されているのか、この時間がまず自己申告になっているのか、 合わいいせてこの超過勤務については、手当や残業代、こうしたものを支払っているのかどうか、この点の事実関係を外務省の参考人にお伺いいたします石川官房長。はいえー、まずあの、在外職員の行う職務でございますが、まあ、勤務の形態、在勤地の観光等、それぞれ事情をことにしておりまして。 勤務時間管理に馴染みにくいものもございますため、まあ、超過勤務手当はまあ支給されていないというのは、議員のご指摘のとおりでございます。で在外交間での外交関連業務も増大しております中、在外職員がその職務と責任に応じて能力を十分に発揮することができるよう、別途、在勤手当というもので対応を図っているというところでございます。なお、適正な労務管理および健康管理の観点から、 各在外交官の職員に勤務時間を記録させておりまして、各在外交官の勤務時間管理者は、それらを確認して、会員の労務管理を行っているというところでございます。 勤務実態からまあその、まあ、実態把握等々も難しいとか、まあ、特殊性もあると思いますが、ベッドの手当が支払われているので、超、ま、過、あ、勤務手当そのものは払われていないと、まあ、そしてこの勤務実態もまあ自分の申告というか、まあ、そうしたもので管理されているということが多いということで、えー、ございました、まあ、しかし、このやり方がです、ね、やはり過度な負担を招いているという声も、えー、多数上がっております。 えこれはやっぱりあの勤務実態の把握等々とか特殊性という点でまあまあ民間企業でもかつてはだいぶ今少なくなってきていると思いますけどね私も新入社員だった時に営業に配属された時まあ営業は外回りが多いと何時に帰ってくるかもわからないからまあ営業手当というものが当時5万円だから6万円ついてまあその代わりにもう残業代は一切つきませんというような形だったわけですねただこうやってしまうとですねやっぱりこう何時間残業してもどうせ6万円だったらえその会社としてみたらですねたくさん働いたもらった方がいいじゃないかということでまあいろんな 仕事が降ってくると、まあ、全ての会社がそうとは言いませんけれども、まあ、そうしたことで残業が過多になっていくとでじゃあ時間は自己申告だから、まあ、別に何時間申告してももらえるもんじゃないしなともう10時間ぐらいでいいかということで、まあ、実態把握がなかなかこの中央からという会社の上層部からしたらできなくなってしまう政府からしたら在外交換の人が私どれぐらい本当に残業してるのかというのがなかなか把握できないと、まあ、こういった問題が私は生じるんじゃないかなというふうに思っております、まあ、そこであの副大臣にもお伺いしたいんですけどもまずやはりまず実態把握ですね ねこれまあ PC の立ち上げ時間を記録するなど、今デジタルでいろんな方法がございますので、まあ、客観的にまず残業時間を把握するように努めるべきではないかと考えます。また特にです、ね、このような緊迫した国際情勢の中では、突発的に長時間労働が起こる可能性も否定はできません。まあ、そうした場合にはです、ね、やはり在外手当とは別名義で、消化勤務手当を支払うということも、検討するべき事態もあると思います。強い在外 必要があると考えますが、副大臣の見解をお伺いいたします。鈴木外務副大臣。あのまず小鳥田委員、本当にこの働き方改革を取り上げていただき、と本当に心から感謝を申し上げます。あの実はこれまで外務省の副大臣の所掌に働き方改革というものはありませんでして、あの私あの自らですが。働き方改革を取り組みたいと言って、こう所掌として初めてあの設けていただいたあの初代働き方担当副大臣でございます。あのその上で、あのまず一義的にはまず残業 時間そのものをスクラップをしていく、そういった働き方というものがまず求められているんだと思っております。あの、私自身もあのまだ幾ばくの時間ではあります。けれども、まだまだ外務省あの人数万パワーも足りないと思っておりますのでその点もまたぜひ委員からもまた御党からもあの後押しをいただきたいと思っておりますが、あの先ほど来からその政府参考人からも申し上げておりますように。この在外職員の。 この仕事の内容というものは、まさに時には家族ぐるみの付き合いであったりだとか、その文化芸術の交流であったりとか、さまざまなその人脈構成、あの構築を含めて、またその,その地域の文化であるとか、その祝日、休み方、働き方、さまざまな違いがあります。そういった意味で、その日本と異なる海外での業務にこうしっかりと対応していくというためにもこの、いわゆる残業手当というものではなくて、まあ この財金手当というもので対応を図ってきたところでありこの考えにつきましては今のところ変更はなく引き続きこの財金手当において対応を図ってまいりたいと思っておりますただあの先生のご指摘の点というものはしっかりと共通認識を持たせていただいていると思っております おときた俊はい。あの初代の働き方改革副大臣からご答弁いただきまして、ありがとうございます。はらずも今日はご答弁いただいてよかったなと思うんですが、まあまさに今ご答弁の中であったように、在外公館職員の方も例えばこの晩餐会への出席であるとか、このまあ時間外と申しますかね、特殊な働き方もあるということはこれは承知をしております。しかしこういうものは全部まあ在外手当とか在勤手当みたいな形で含まれるというのが、これは今の時代にあった考え方なのかなというと、これは普段の見直しが必要だと思うんですね。やっぱり先ほど申し上げたような営業マンは営業手当出てるから残業。 出ない,よっていうことも、やはり徐々に民間企業では見直されていると、接待は時間に含まれないとか、どうなのかとかですね、まあ、そういうのもやっぱりこれは時代に合わせてアップデートされていきますので、まずぜひ在外交換の職員さんにもヒアリングをしていただいて、それは十分なのかどうか、残業に見合っているのかどうかという意識の、まあ、おそらくもう着手をされているんだと思いますけれども、まずは実態把握、そして職員の声、こうしたものを副大臣のもとに集めていただいて、この働き方改革、普段の見直しと改善をお願いしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いを申し上げます。 さて、次に同じく在外交換についてでございますけれども、少し変わったことについてお伺いします。各在外交換では、アタッシェと言われる外務省以外からの出向者が活躍をしております。この出向者はですね、在外交換に勤務する前に、数ヶ月の研修をこれ、外務省で行うと聞いております。しかしながらですね、この出向されてくる各省庁の方の中には、通常業務があまりにも忙しいといった理由で、 実際には研修に行かせてないと、研修に参加していないという事例がかなりあるというふうに聞きました。公務としての研修ですから、これは出席、欠席というのは取っていらっしゃると思うんですが、こういった研修を長期にわたって欠席したり、あまり出席されない方がいらっしゃると、これまず事実関係としてどうなっているのか、外務省の参考人にお伺いいたします石川官房長、はいご答え申し上げます。 まずあの、在外交換はの相手国政府との交渉、連絡、また政治、経済、その他の情報の収集、分析、広報文化活動、法人の生命、財産の保護等、まあ、幅広い分野になっておりまして、こうした業務を円滑に実施するためにも、在外交換に赴任するすべての職員が適切な研修を受けることが重要と考えております。今ご指摘の,あの多省庁から在外にに赴任する職員につきましても 赴、まあ、任前に研修を実施しておりまして、語学、その他、在外公果の職員として任務を遂行するにあたっての基本的知識、実務についての講義、講習実施を行っています。他方、これも議員のご指摘のとおり、対象そういった対象職員の、まあ、現職の業務状況、まあ、忙しいすぎるとか、そういったことなどの理由によって、年1回開催されます多少町職員向け研修の一部、または全部を、やむを得ず受講することができない職員が、 例年おられることは事実でございます外務省としましては、これらの職員におかれましても、別途年4回開催される外務省職員向けのまあ不妊前研修への参加を促してみたり、あるいは不妊後におきましても、一部の研修をオンラインで受講できるようにするなど、できる限り研修を受けていただくということで、努めているところでございます。 数までは求めませんけれども、まあ、今は求めませんけれども、一部、また全部、まあ、来れていない方がいらっしゃるということであります、これも他省庁との兼ね合いもありますので、まあ、難しいということは重々承知をしておりますけれども、これ、やはり霞が関全体の大きな課題ですね、まあ、その外務省にまあ在外公館に行くということが決まっていても、まだ今の仕事を手放せない、引き継ぎが必要だということで、まあ、かなりその方、業務課になっていて、結必要な研修が十分行えないまま、在外公館に行ってしまうということですと、まあ、これはまあ本来 ででれば活躍ききるポテンシャル十分に生かしきれないということにもつながりかねませんのでやはり改善をしていく、大きく見直していく必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、この点、あの最後に副大臣ですね、やはりこれ、果たしての研修について、出席率の向上を図ると、やはりこの不妊通告はで,、ね、できる限り前倒しをして、あの語学の研修とかできることは、別途です、ね、前倒しでやっていくとかですね、なかなかもう外務省だけでなく、全省庁巻き込んで、これ、強化改革というのが必要であると考えますが、副大臣の見解をお伺いいたします。 鈴木外務副大臣ありがとうございますあの今石川官房長が大変遠慮がちに答弁をさせていただきましたがあの、まあ、今現在もオンラインを活用させていただいたりその外務省省員向けの不二枚研修にも参加をできるように柔軟な運用というものを取らせていただいておりますただ一方で委員御指摘のようにこの問題というのは外務省としては100%受講していただきたいしかしながらそのその本席の 元の省庁での、例えば仕事であるとか、さまざまな個人的な状況において、受講ができていない人が一部いるというのもこれ事実であります。あの外務省としても、引き続きその本席たるその関係省庁に対しても、強くこの受講を働きをかけてまいりますので、ぜひ、委員からも、発信力のある委員からもです、ね、これは100%の受講率を目指すべきであると、この点をぜひ働きかけをいただければ、大変幸いであるなと、このようにもお願いをさせていただきたいと思っております。 渡はい,ああいぜひ力を合わせてですね工事状況を改善できればと思いますのでよろしくお願い申し上げます時間ですので終わりますありがとうございましたこの際委員の移動についてご報告いたします本日伊波陽一君が委員を辞任されその補欠として高宝哲美君が選任されました